第16回ルートートチャリティーイベントをご覧の皆様、こんにちは。森ひなみです。私はですね、こちらラブ&ピオというタイトルを名付けました。こちらのトートバッグは、皆様がよく本当にご存知のようにラブ&ピースという言葉がありますね。そちらを工夫して森ひなみのひなにちなんだひよこを3匹つけました。そうですね。世界の子供たちがみんな笑顔になれるようにオークションの参加待ってまーす。以上、森ひなみでした。キュッ。